皆さんこんにちは。飛行少女でおなじみの泉雅子さん。泉雅子の現在が僧侶の真相、結婚しない理由について紹介します。まずは泉雅子さんの経歴とプロフィールから紹介します。泉雅子は日本の女優、歌手、冒険家、真言宗の僧侶、東京都出身、血液型は A 型、愛称は眞子。1989年5月10日、開票場からでは日本人女性として初めて北極点到達を果たした。東京都中央区銀座の三原橋の近くの寿司割烹店を営む家庭に生まれた泉家は、江戸時代は代々幕府御用達の家具商を務めた。また戦国武将の竹中半兵衛の末裔にあたる。明治維新後は魚介類の卸売業に転じ、魚河岸でマグロを商った後、場外で煮干し屋を営み、戦後は三原橋に土地を購入して店を開いた。飛行少女は1963年に公開された浦山桐雄監督の日本映画第3回モスクワ国際映画祭に出品され、金賞を受賞した。15歳の若枝は薄汚いバーで水客と酒を飲み、やけくそのように女給のハイヒールをかっぱらって飛び出した。東京で仕事に失敗して帰ってきたに11歳の三郎は、食案外類の空虚な毎日を送っていた。暗く陰鬱な北陸の空、金沢の映画館の前で幼なじみの2人は再会した。三郎は裏ぶれた彼女に、なけなしの金からスカートを買ってやった。喜んだ若枝は、飲んだくれの父親長吉と嫌な警母のいる家を飛び出した訳を話した。若枝をこれ以上堕落させまいと決心した三郎は、翌日から少しずつ遅れた勉強を教えてやった。若枝の心に安らぎがよみがえり、三郎は嬉し泣きする。彼女の涙をそっとすすってやるのだった。テレビでは映画時代の清純なイメージから一転、1978年には土曜ワイド劇場女教師にて同番組唯一のレイプシーンを演じた。東京都港区白金第2丁目にホテルメイツを経営し居住。2005年11月27日をもってトランクルーム、トランクルームプリンスメイツに業態転換し、2014年10月まで営業した。1966年に山内健とデュエットした二人の銀座、翌年の東京ナイトが大ヒット。両方ともベンチャーズが作曲した。特に二人の銀座は最初越路吹雪が歌う予定だったが、これは眞子の方がいいわよと越路が譲った。それが100万枚を超えるヒットだから、レコード会社もウハウハだった。冒険家としての活躍も触れねばならない。1989年、日本人女性で初めて海から北極点到達を成し遂げている。きっかけはテレビ東京のリポーターとして南極に行ったこと。雄大な自然に圧倒され感激し、冒険家になってみたいと願うようになった。膨大な借金を背負いながらも2度目のチャレンジで見事成功した。厳しい自然と立ち向かい、チャーミングな美貌がすっかりたくましくなった。本人もインタビューで、自嘲気味に、昔は美人と言われたのよと笑いを誘うことも。とはいえその根性は戦国武士竹中半兵衛譲りなのかもしれない。南極の魅力の虜になってから1985年3月23日泉雅子さんはカナダのワード半島島から出発し、北極点への到達を目指する。しかし北極点まで残り約150キロ地点という北緯88度40分まで到達するも、気温上昇で氷の割れ目から海面が出る状態が拡大したことにより前進できなくなってリタイアしている。こうして無念にもリタイアした泉雅子さんは、この時の冒険費用が1億円以上もかかり、そのうち7000万円という負債を背負うことになってしまったのだ。7000万円もの借金を背負った泉雅子さんですが、決して諦めることなく4年で借金を完済したのだ。そして1989年3月10日、500キロを超える荷物を積んだ木製のスノーモービルを引いて再度出発し、62日経った同年5月11日、念願の北極点にようやく到達している。そんな泉雅子さんは、女性として北極点到達したのは世界で2人目、そして日本人女性としては初となる北極点到達を果たしている。また徒歩による到達は
泉雅子さんが初だったのだ。最初の挑戦で無念のリタイアをした泉雅子さんは、その後は登山に耐えられる体力をつけるために脂肪を増やし、その後も減量をしなかった。そのため若い頃の美人女優と言われた頃の面影がなくなってしまう。また登山での強い紫外線によりシミもたくさんできた泉雅子さんは、過去と現在との落差が激しいと一時期バラエティ番組などで話題となったのだ。そんな泉雅子さんは、北極ではサーロインステーキ1日1キログラム、砂糖を大きなスプーンで山盛り3から5杯、白米と欠かさず食べていたそうだ。こうして素晴らしい偉業を成し遂げた泉雅子さんは、1989年に北極到達に関する著書「笑ってよ北極」を出版している。またその後も1990年に「眞子さん北極を行く」を出版し、1994年には「ハローオーロラ泉雅子写真集」も発売している。東京都港区白金第2丁目にホテルメイツを経営し居住。2005年11月27日をもってトランクルームプリンスメイツに業態転換し、2014年10月まで営業した。2009年現在は銀座の自宅と北海道士別市の別荘を行き来する生活を送っている。近年はユニークなキャラクターを生かして TBS 爆報ザ・フライデーなどのバラエティ番組にも出演している。番組内で友達の松原も北海道の別荘へ訪れている。もともと山歩きが好きであったことから登山にも熱中し始めた。極地や登山に耐えられる体力をつけるために脂肪を増やし、その後も減量を行わず、泉雅子さんは調べてみたところ、現在独身で今までに一度も結婚歴はないようだ。若い頃とても可愛く、世の男性が放っておかないはずですが、泉雅子さんには恋愛に関する報道が全くなく、熱愛の噂もなかったそうだ。あれだけ可愛かった泉雅子さんが結婚できなかった理由として、泉雅子さんの母親が関係していると言われている。泉雅子さんは26歳頃まで母親が付き人を務めていたそうで、暗黙の了解で恋愛禁止というルールがあったと言われている。母親が付き人だと男性も警戒し、なかなか機会が巡ってきなかったのでしょう。こうして若い頃から全く恋愛もせず独身の泉雅子さんには、もちろん子供もいません。若い頃から女優として活躍する傍ら、冒険家としても活躍した泉雅子さんですが、現在はどのように過ごしているのでしょうか。北海道士別市のふるさと、大使も務めている泉雅子さんは、士別市にあるマー君山荘で過ごしている。泉雅子さんの自宅は東京銀座にありますが、こちらの別荘では1年の半分を過ごすそうだ。そして別荘では馬を飼育しており、近所の農家から野菜を分けてもらうなどし、自給自足の生活をしているんだとか。そんな泉雅子さんは、自然の良さを知ったら最後と話している。今では北海道の山荘で年に6ヶ月を過ごすという泉さん、自然の良さというのは知っちゃったら最後なのよね。でもいいことずくめの自然だけじゃ物足りなくて、時々は銀座に戻って汚い空気を吸って、やっぱり北海道にいるのが正解なんだって言いながら戻るのが最高なんです。今の泉さんは、生き方も無理をせず高望みせずの自然体でいるご様子。こうして北海道で自由気ままに楽しく過ごしている泉雅子さんですが、ウィキペディアによると真言宗の僧侶でもあるようだ。すでに講演数が1000回を超える講演活動も続けており、訪れるのは全国津々浦々。北極点踏破で学んだ人生の教訓、現地で見た地球環境といった講演テーマは人気を博しているそうだ。とても自然体にのびのびと人生を謳歌しているご様子の泉さんですが、ウィキペディアによると真言宗の僧侶という肩書きも、これについては情報がなく、仏門に入った動機や時期は不明だった。ネット上には真言宗のお寺でご本人の法話を聞いたという投稿も。仏法の難しい話というよりも日活時代の裏話や北極での過酷な体験を中心にした楽しい法話だったそうだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。
よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。